はじめまして、写真家の榎本八千代です。この動画を見てくださり、感謝いたします。この作品は日本ではチェキカメラと言われているこれを使ってます。そう、インスタント写真ですね。撮影をするとすぐにこのようにフィルムが出てきて現像されます。ただ私実はですね、今回このカメラ本体を使用してません。使用しているのはこのフィルムだけです。暗室でこのフィルムだけをホルダーから取り出し、私が独自に現像して作品として仕上げてます。そしてそれをですねスキャンして今回皆様に見ていただいてます。実際のサイズはこのサイズになります。どうして私がこのフィルムを使用してカメラを使ってないかと申しますと、複製ができないこのインスタント写真というものの唯一性に私はとても興味を持ちました。このカットは1枚しかありません。これは複製芸術である写真に対するアンチテーゼであり、またこれはですね時間を封じ込めるという象徴的な写真の特徴でもあると思いました。だから私はこのメディウムを使って作品を作ってみたいと考えたのです。また私はこのフィルムの中に自分の形にならない意識をですね何とか封じ込めて作品にしたいと考えました。息子との楽しい生活とか息子との楽しい思い出ももう撮影できない悔しさや、今の毎日の生活は穏やかでありますが儚くて虚しい、そういうものをですねこうなんとかフィルムの中に収めたかったんですが、それはレンズを通してでは映らないものだと考えました。だからこそ、私は今回このフィルムを使って作品を作ってみたいと考えたのです。私と写真との旅はまだまだ続きます。また皆さんにお会いできますように。ありがとうございました。